関節子の基本外部形態関節子とは、昆虫、甲殻類、ムカデクモなどの節足動物に特有する、外骨格と関節によって構成されている、付属子である。節足動物の名の由来となっているため、時に関節子を節足という場合もあるが、生物学的用語ではない。昆虫の頭部の関節詩へ触角、LR、下唇、MD、大顎、 MX、小学接続動物核群に見られる、関節子は、基本的には、関節のある円柱型で先が細くなった構造を持つ。しかし関節子は、接続動物の生活に直結する部分で、環境や生態への適応の上で重要であるため、形態が非常に変異が多く、基本的な移動用の不足から、把握用のハサミとかま、感覚用の触覚 接触用の顎、顎元とハサミ角、呼吸用のエラ、繁殖用の生殖子まで多岐している。ジンコ類のエラ足上の胸芝複数の施設に分かれた、ハエトリグモの足の基部関節芝の構成単位は、口ククラ製の外骨格によって包まれる施設である。各施設の関節では、先端側の切り口の内側に次の施設の基部が入っていて、それが可動域を包んだ柔軟な石管膜と、 両施設の視点である頑丈な関節球によってつながれている。各施設はこのような関節を介してつながりながら分解せずに屈折させることができる。通常、施設は付け根に1体の内突起という内骨格があり、これは内部の剣として該当施設の動きを操る筋肉に繋がっている。各関節にある関節球は1体でできている。 双関節球と一つのみでできている単関節球という2種類がある。双関節球の場合、この1体の関節球を一つの軸にして、一つの平面上で安定に関節を折り曲げる運動が可能である。言い換えれば、この関節は一つの平面上でしか動かない。それに対して単関節球の場合、比較的に幅広い運動方向に対応できる。 関節子はところどころに関節の運動方向や可動域が異なっていて全体で様々な方向に動けるようになっているのが普通である。関節子は種類によって相関節球のみ、単関節球のみ、もしくは単関節球と相関節球を合わせ持つ。甲殻類の場合はエラー詩状という数少ない柔軟な施設と洋上の付属体でできている構造が見られる場合がある。 甲殻類の二サ型付属子、EN、内子、X、外子、EP、外洋六脚類、ハサミ角類や、ターシ類に属するほとんどの節足動物は、付属子の付け根に枝はなく、これは、単枝型内子単子型付属子と呼んでいる。多くの甲殻類の付属子は、基本的には、内子と外子という二つの枝を持つものであり、二サ型内子二詞型付属子と呼ばれる。 しかし、甲殻類を代表する群とも言える。南甲類のものは、内子と外子の内どちらの一方だけが発達して、外見上は単枝状に見えるものが多い。カニやエビなど十脚類の生態に見られ、外子のない五体の胸子が、その代表例である。また、西ム虫をはじめとして、カンブリア紀のほとんどの節足動物の付属子は、 切れ状の外詞と付却状の内詞からなるに下型である。節足動物の付属子は、第一体説のものを除いていずれもに下型の起源を持つだと思われる。従って、多くの節足動物に見られる単縁だが付属子も、もともとに下型であり、進化の過程で、外詞が退化し、内詞の部分のみを残った結果とみなされる。また、外詞と内詞の他にも、 外洋と内洋として名付けられた付属体も存在する。カニやエビなど10脚類のエラ室に収納される羽毛状のエラが外洋に由来する部分である。昆虫の足関節子のうち内子の基部から先端までの施設には以下の名称が与えられる。甲殻類の場合、施設の名は人の上子骨の名称を採用する。ハサミ角類、タワシ類、 および六脚類の場合は、可視骨の名称を採用する。採用した式は、分類によって、やや異なり、下記の分類の中でも、例外的に式が異なる、下位分類群も存在する。丸首ゴミムシ属の不死接触動物の関節し、特に、内詞の部分は、同じく反接触動物で、その共通祖先を含むとされる、半死動物に見られるような、柔軟でたくさんの関節に分かれた。 ハーシから進化したものと考えられる。フキシャンフィア類に見られるようなたくさんの動機的な施設に分かれた関節子は各施設の特化が進んで基本として7節以下の施設を持つ原生接足動物の関節子とハーシの中間形態を表したものと思われる。ハーシと関節子の相当性は常実のような古生物学的証拠だけでなく 節足動物と同じく養族動物から派生とされ、その祖先形質を色濃く受け継いだ有爪動物のハーシと節足動物の関節子の遺伝子発現からも指示が得られる。新節足動物はすべての付属子が関節子であるのに対して、基盤的な節足動物とされるアノマロカリス類のはっきりとした関節子は全単一単位の付属子のみである。これに基づいて、 初期の接触動物はまず前端の付属詞のみ、関節詞に進化し、新接触動物に至る共通祖先は、関節詞の発生に関与する遺伝子を後方の付属詞にも反映させたと考えられる。関節詞の中で一つの施設が二次的に複数の施設に分化した場合もあり、昆虫に見られるような複数の小説に分かれた虫がその一例である。 体の微単に地体の微貌を持つ小虫類クモ、蜘蛛、日よけ虫、及び、小寄虫のハサミカドオオムカデ類のアゴシエビ類の、遊泳シトビムシ類のまた蒸気メガチェラ類の大付属し接足動物の関節子に対しては、形態、機能、分類群によって様々な故障で、区別されており、次に、冷挙される。ムカデ類に特有甲角類に、特有六脚類に特有。ありがとうございます。